皆さんこんばんこばは、安本ですアーカイブ限定のおまけ意気込みパートを撮ってますよ。今回も島崎信長さんがゲストセールスマンに来てくれてます。さあちょっとメール読みます。えー、こちらはミクさん 安間さんこんばんこばはいいつも楽しく聞いてますありがとう、えー、前の放送で「えー、地下アイドルと地上アイドルの違いは何か?」とおっしゃっていましたがネット様によると <laughs> なるほどね「地上はメディアに出てらっしゃったり1万人規模でライブが開催できる人たちのことを言うそうです」だけど何を基準にして地下アイドルというか定まっていないそうですまあ今ね別のメールでもあったんだけどなんか別のメールでもっと具体的で「ZEP」まあ2500600人かな。 生まれればを埋めるライブができる人は地上みたいなのもありましたけどもういいんですよ地上でも地下でもあの何故己を地下と呼ぶのかそのモチベが知りたい <laughs> いいじゃないか天下を狙うアイドルでいればと思うんだけどなんかあんのかなもちろん地下アイドルということに何かちょっと俺がわからないステータスがあったりするんですかね。えー 当該する方々もし聞いていらっしゃいましたらメールください。お願いいたします <laughs>。それでは安本ゆきのわれるセールスマン、カッコカ本編をお楽しみください。安本ひ樹の笑われるセールスマン、カッコカりカッコ はい皆さんこんばんばは安本ひろきですこの番組は話題のアニメやゲーム声優特撮に関するさまざまな情報トピックスを紹介したり関連する声優や関係者の方々をゲストにお迎えしながらさまざまな A&G コンテンツの魅力情報を伝えていくトークバラエティ番組です、えー、今回もですね島崎信長さんがゲストセレスまで来てくれてますよと楽しみですねさあ今回はここで月経館より「月を楽しむ」をテーマにあなたの好きな時間や趣味と一緒に楽しめる日本酒「THESHOT」ショトの紹介をしちゃいます中でも今週はシリーズ全4種のうちの 黒のラベルの華やぐドライ大吟醸をご紹介こちらは青りんごや洋梨のような華やぐ香りと口当たりの滑らかなキレのある後味の日本酒でございますこれ僕結構好きなんですけどねどうう飲める方は飲みましょう飲めない方はエアで乾杯しましょうせーの乾杯そうなんだよねこれちゃんとねいい意味でズンってね重たい感じが あのあと飲んだ後にと鼻から呼吸するとね香りも楽しいってので、ね、素敵な飲み物でございます。こいつ今日は飲みながら楽しくやっていきたいと思います。それでは最後までお付き合いよろしくお願いします。安本浩之の笑われるセールスマン（カッコ借この番組はニジスタ月経刊の提供でお送りします。安本浩之の笑われるセールスマン。 カリッ。 改めまして安本弘之です。そしてゲストセールスマンはこちらの方。皆さんこんばんは島崎信長です。はい今回もよろしくお願いします。ますさあというわけでございまして信長さんでございますが、はい、まあ引き続き劇場版フェイトグランドオーダーの後編が公開中でございます。はいこちらの方もね本当に見てほしいんですよ。ねもう話したいこといっぱいだけどもうまずはみんな見てそうなんですよ、ね。いつかなんか機会があったらネタバレトークしたいも、ね、しようだめだちゃんと言おう <laughs>、えー、劇場版フェイトグランドオーダー新生円卓リオイク キャメロット後編、はい、パロディアガードラム学校も一ですね。はい、この頃どうなんだろうな。まだちょっと証言ごめんね。先にちょっと撮ってるもんだから、世の中の状況がどうなってるか。まだちょっとわからないところもあるんだけど,どかか、ね細、細かいところはですね。あの、とにかくあの公式 twitter とかで状況が刻一刻と変わったら、はい、その辺をね。あのフォローしてるはずなので、はい、ぜひお願いいたします。ますそうだよ。信長と俺あれじゃん。福岡行けてんのかな？

こういうなんで分かんないっていう方とほんとつどつどみんな本当にねスタッフさんがマジで頑張って対応してるんですよ、はい、それぐらいまだ世の中大変だから皆さんやけくそにならずこれからもちょっとばあ長いことねあの息苦しいかもしんねえけどまあこうやってねラジオとかそういうまだフレッシュなエンタメもありますから楽しめるもの楽しみつつちゃんと息抜くとこでは抜いてあの気をつけるとこでは気をつけるというね丁寧な生き方をねこれからも頑張ってやっていきましょうぜ <laughs> はい続いてここからミニコーナー「割らせれたクエスチョン」こちらにお付き合いください館ザショットの好きを楽しむというテーマに いただきます今日はねそうだな、はい、信長さん趣味はってて聞かれたら何て言うのあのゲームと仕事とゲームっつかねまだ漫画とかも読むしなんだろう結構でも結局おた,おたかつですかね。<laughs> 結<局>まあまあそうよな。大体、はあ、いいゲームして生きてますわ。 休みの日はなん今何やってるゲーム今は「アナザーエデンをおー」をお猫そう <laughs> 初,め初めてあの今年の年始から始めてうんあめっちゃ面白い何で俺やってなかったんだろうってうい結構タイムラグありまあまあ前のゲームよそ<う>出たのはでもハマってすごい勢いでわーって進めてて楽しんでたらあのそれなんとキャスティングされましてあら で自分をゲットして今ずっと自分連れ回してますやった俺使えるぜひロキドーさんも連れててくださいロキドーさんでもいいキャラですよねストーリーいいんですよちなみに元ネタとは言いたくないんですけどこのカエルとかのお話はご存知大大大好きです僕がスーパーファミコンで一番やったゲームですね冒険にまでしてねはい。何周したかあれを知ってるとなんかさらにこのカエルでニヤリとできるんですよありますね音楽とかね世界観とか雰囲気をね 感じられていいですよねあとアークナイツってゲームやってます、うん、はいそし上げだったらそし上げばっかりなの家庭用とかはやんないの家庭用時間によっちょっとちょうど先月今月ぐらいなんか詰まってて、うん、なんかがっつり背負う気やってなくて,てだ,だから今言ったアナデンとかアークナイツもそこまでがっつりやってないんですけど、うん、でもアナデンのいいとこって FGO も一緒なんですけどあの競わないんで別にそうね なんか急いでめっちゃやんなきゃっていうことがないんです。違うんだよ。全部のゲームが本来そうなんだよ。<laughs> なのになんか用意どんのかけっことかで、だから俺嫌なのよ。あの攻略サイトみんなすぐ見よるでしょ。<laughs> まず一回はミントやんなさいよ。己でやんなさいよ。<laughs> ンモハンがとても好きでモンハンを一生懸命やってる時も全部のモンスターをもう絶対に攻略サイト見ないでまず一回倒すと、うん、で今回の「モンスターハンターライズ」というのがね、うん、出てるわけですけどそれがよくできてるのが、うん、あのハンターノートっていうのが自分ゲーム内にあるのでそれで見るともう弱点とか武器とかちゃんと全部出るんですよ。 いいいいいろろやっていけばいいのにいいす,、ね、すぐ攻略動画を見るみんなまあゲームは試行錯誤が楽しいですからね結構僕スタダ好きですよゲームのスタダだけやるときありますスタートダッシュでなんかガッてやってスタートダッシュのときって、ね、みんな仕様わかんないから、ね、すげえみんなやりながらでも結構そういう仕様の最適解見つけるの得意な自信があるんですよ。 最速で見つけてもう絶対これやみたいなのをみんなで照らし合わせるという瞬間が楽しいんですよ有志、はい、が答え合わせしてってもうもう攻略犯じゃないですかそうそうそう <laughs> それが結構その瞬間は好きですねそれはわかるめっちゃ<ー>でもそれでこれ超いいぜってとあ書いてあったよみたいな言われると <laughs> いやいやいや待ってくれよつ <laughs> って帰っ今だったらいす YouTube で見たよそれって言われる俺がも俺がもう,がもう老害プレイヤーだからいけないのかもしれないけど <laughs> 俺らの若かりし頃なんて攻略本なのよファミ通なのよ <laughs> ファミリーコンピューターマガジン <laughs> ファミマガなのよもうなくなっゃったけどそれが出るのが1週毎、まあ、週1だとしても <laughs> 編集とかしてるなんて当然1週間以上前の記事なわけよ。<laughs> フリーの今思うと <laughs> でもそれをう大議員とかもすげえ呼んでそうそう,そ,う <laughs> それまでの間におのおので見つけたプレーとかがってこっちの方がいいぜとかを言い合うのがすげえ楽しかったけど今あ「サイトに関わりゃ知らない」今検索しますわとか「待ってくれよと」と <laughs> ねえわびさびもないでも僕最近それを勝ちました<ら>しかもマウントちょっと取っちゃいました仲くいい人だったんで調子に乗って「あのウマ娘はやってるじゃないですか」僕結構マジでとんでもなくスタタ決めたんですよ一、うん、回日本3位だったんですよ <laughs> チームレースまだみんながなんかステータス高いの育てるの楽しいなみたいなやってる時期にすでにチームレースガチ勢になってて僕最高三位まで行ったんですでそのなんか一ヶ月後ぐらいにあの友達になんか今知ってマムスなんかな話してて知ってますってユーチューブとかでこのなんかバランス論がとかってなんかいろいろ出てきたんですよでそれは。 俺たちがすでに一ヶ月前に通った道だ。<laughs> 俺はその理論をすでに一ヶ月前に分かっていた。先攻握りじゃないですか。<laughs> ツインターボーじゃないですか。ツインターボーで、ね。<laughs> 先攻で握りましたね。サイレント鈴鹿じゃないですか。ちょっと久々にマウント取りました。俺。あといい確か一ヶ月前に通った道だってリアルに言える日が来るんだみたいな。いいね。それちょっと憧れるね。<laughs> <laughs> 俺がこだってそのノンハンとかで「ライトボーガーみんな貫通ライト」っていうのがあってねそればっかみんな使ってるんだけど「はい、いやこれ鉄鋼榴弾ガンベルバンバン打ち込んで反動軽減とかつけてやった方が強いぜ」っら「あ書いてありました」って言われて「<laughs> くそが!」ーっ思ってさ <laughs> 自分で見っけたのにと思って「<laughs> が鉄鋼榴弾撃つの楽しいのにどうあんな書いてあるのかしかもっと効率のいいのが書いてある」って言われてすごい落ち込むっていう。<laughs> うる <laughs> い,やいいんです俺が考えた最強のあの試、ー、用ううがね<う>楽しいんですよ。一回考え てから、情報を得る方がね、俺も素敵だと思いますけど。さあ、信長さんにはですね、アンケート書いてもらう。はい。まあ、キャメラと後編、え、カンフールダム松岡エすぐすると、お酒の話。そして、免許、タイプムーン、安本から私が作ったカレーですね。で、公明最後の一夜と、いろいろ書いてありますが。まあ、安本カレー、これは前の信長が結構前かも。ずいぶん前、その、何年前だろう。で、安本さんすごくて。カレーを、みんなでカレーパーティーみたいの、そうですね、安本さんちで。なんか、しん、あ、だ、あ、し、あれだっけ。 もう全然覚えてないんですよ、っっいいもうどういう、義経がいましたよね、それを覚えて,て、で、安本さん、すごいのが、あのカレー、一種類じゃないんですよ、仕込むの大変なカレーを、うん、あのみんなのために2種類以上仕込んでてて、カレーで食えないやつがいたりするから。はい あと何だった、林ライスも作ってあったからな。ですねだからるからでしかもあの僕がリクエストして、うん、あの母のね味があるんですよ僕のカレーあの。野菜をすごいミキサーとかで完全に溶かしたタイプのだから鶏肉とかしか具が入ってないんだけど野菜の甘みでとてつもなくうまい。 カレーを言ったら安本さん作っちゃって。<laughs> やっぱあ,あれはもう裏技ですよ。まあ当時から私が愛用していブンブンチョッパーというものがありまして、<う>みじん切りがらいい汁になるんですね。おうおうみじん切りにして野菜はガンガン炒めたらトロトロになるんですよ。えー、<laughs> 美味しかった。だから安本カレーまたちょっとねこれ今の期を超えたらやりたいっすわ。ね、ビール飲みながらでも、ね、はい。ぜひぜひそして。 まあ、ムーンさんとキャメルと後編はね皆さんもお分かりだと思いますがす、ね、まあ大最後話ちょっと長いですけどねそうねこれ話すと長くなっちゃう <laughs> で孔明最後の一位こちら、はい、でこれはまあ私信長さんが、ね、えっと今年の頭かあいつでしたっけ、ね、1>, ?1 月だよな、ね、確かでしたっけにん ?1 月とかでしたっけね 一月やったっけ確かいやもう全然今覚えてない今なんですあの日付感覚がそうな分かんなくなってまあとりあえず一回やったものがありまして、はい、それの再演を、はいえー、今日これ今日だよ下手すよ福岡かな そうでですね下手したらややっってているはずなのます、ね、まあこれもね今世の中の状況が状況だから我々もめっちゃ PCR 検査とかもやってから当然挑んでるんですけどもでもね止めたくねえんだよな劇場の日とかもさあのエンタメの日とかもさだからもういろいろ思うところもあるしなんか。 思われる方もいらっしゃるのも大いに分かった上でこっちも覚悟で行くしかねえからやる気がする対策をしっかりした上でそうそうでもこれ面白いっすよねすげえいい話なんだよ。でもともと文王さんが当て書きで書いたってはっきりおっしゃってて、はいね、でも今回当て書きだった合併さんのところがそうですね 渡さん高木航さん、はい、山口勝平さんがやってた張栄が高木渡さんなんですけど <laughs> これまたクセ強いわけじゃんやばいっすよね<で>いや勝平さん残念と思ったらまたとんでもなく強い方がいらっしゃる3人の会がもう,もう入,れ入れ替え立ち返りなんですよ <laughs> だからあのだだ山田さんいらっしゃるからね、はい、だからもうすげえなーと思うけどだからまあ おもうお話は根本的に一緒だけれどもやっぱ違うものには絶対になるなりますねしかも私はめちゃくちゃ絡む <laughs> いやー楽しみだってそこでなんかわちゃわちゃするじゃないですかやばいっすよカッペイさんとのわちゃわちゃと渡さんとのわちゃわちゃは絶対違うはずだから<ー>僕自身もこれ撮ってる時ちょっと前だからあの。 まだ細かいことは言えないけど、絶対ね、違うものになってるう、ね。うちもさらに磨きかかった、うん、宮城県親子の芝居を。そうね、だって、前回のそれこそさ、あの大阪でやったこの。はい、公明最後の一夜の時で、さらにさ、山寺さんと仲良くなったんじゃない。 ずなってますね,ねあそこでさらに同郷だったんでそ、うん、っいとすっごい嬉しそうに言ってたんだよ「<laughs> この子俺の同郷なんだよ」ってずっと山田さんおっしゃってたからでも今回の朗読でなんかまた一段階深まったというか役者としての理解度もすごく深まった気がするしやっぱ信用度ってお芝居に出るもんで、うん、こいつは絶対に聞いてくれるこいつは絶対に受けてくれるとかそこら辺ってやっぱ理解してないとわかんないところもあるじゃないな、ね、そこら辺っていうのはなんかより一層深くなったから楽しみだなっと思う ぜひねこちら今日ご覧になった方まあどうですね配信とかも配信もあったはずだしアンカーフとかもおそらく来た来たなん軽はずめなことは言えないんだけどおそらくあると思うんであの更新される前回公演の DVD がありますねブルーレイ DVD があるそちらも見ていただければと思いますそして免許気になってるんです最近まだ取ってないんですか持ってないんです僕は免許ない勢で取ろうとしたことも人生でまだ一度もなかったんですえ一回も免許に興味がなくてなんで 車にも興味が全然然なないい人だっったんですよ漠とと免許って取ろうと思わない俺なんか車とかそんなにまあ嫌いとは言わないけど、はい、そんなにだけどとりあえず免許は取ってな何でしょう声優にやっぱなろうっていうのが合うじゃないですか、うん、で上京してきて東京に来るともう電車で何でも済むじゃないですか正直それはそうはあ、らいらう必要とするシーンがなくてそれで私のような大酒飲みは車が足かせに、はい、<laughs> 僕もでも今あれなんですけど <laughs> コロナ禍じゃなければもう飲み会だったら基本常に行きたい人なんで、ねね、終わった後に八時じゃんちょっと飲むと思うもんね毎日思うもんねめっちゃなんですこんな横終わってんたから行こうよ <laughs> 行こうよって思うよね興味本当ぐグヌヌっ思うよね、はい、ただやっぱり近年どんどん周りの方が 車大好きになうくるとてつもないじゃないですもともとやつやっぱオタクだから、うんね、理解度が半端ないでもね運転うまいようまいいや何度も乗せていただいたこともあって一緒にドライブ行ったこともあるんですけどすごい嬉しそうに喋ってるでしょそうなんですよ、ね、かわいいんだよあとうまくんとかも結構乗せてもらうんですけどうまも運転うまくなったね,ね<ー>最初うまユマの運転は俺これはハイウェイトゥーヘルかと思ったけど<失敗> <laughs> 今めっちゃうまい <laughs>、うん、楽しそうなんです何より楽しそうなんですそうねで免許取りたいなと思っていつか松岡義次と一緒に免許取りに行かないかと二、うん、人でなら取れるんじゃないかってに義次が取ろうとしてたよなまあはい挫折を <laughs> それがあったんで一緒にならワンチャンあるかなとかなるほどねで最 よ。本当に最悪はもう企画にすれば絶対取ることになるからスケジュールとかも取れるからもう最悪企画にしてもいいから義経と一緒に取っていくかみたいなのをやってみたいなっていうのと、ね、先に信長が取っちゃうも白いかもしれない,いですけど <laughs> かわいそう <laughs> 本気でへこみそうそうだあいつはへこむなで,で、しかもそれで僕が例えば <laughs> ゆうのくんとかとドライブ行ってるよとか言ったらあいつ、泣くかもしれ <laughs> ない寂しくて、寂しすぎてなあ企画にしよう、うん、<laughs> どこぞの何かわからん、どっかのチャンネルかわからんが企画にしよう <laughs> <laughs> ねいや全然助手席には乗せるんですけど <laughs> どんな車が欲しいとかあんのその免許だけ漠然と免許まだ <laughs> 漠然と免許ですねただなんか結構憧れてる人がベンツに乗ってたんですよはい乗ってもやっぱ素敵だなと思ったし、うん、子供の頃にまず乗ってでなんかかっこいい車だなとか思ってて、うん、すごい憧れてる役者さんじゃないんですけど方もベンツ乗られててなんか俺も ベンツ乗りたくなってきたっていう気持ちに今なってます俺はハマロジャコなのよ俺、はいはい、ベンツが素敵なのは大いに分かってるしこんなこと言うのは何ですけど頑張って働いて貯金もしてますから、はい、買えるんですよ、はい、でもね国産車欲しいのよああでも国産車いいですよねなんか,なんかもう競馬とかでもそうだけど、はい、マルチチって書いてある内国サンバを見ると、はい、<laughs> 応援したくなるのよ <laughs> いいですね <laughs> 日日と魂が叫びますね。でもなんか最終的でね、あの外,外国の車を買うかもしれんけど。国産車をまず見たいんで。ええ、僕もでもちゃんと見たらわかんないです。憧れなんで本当に。憧れの人が乗ってたり、大好きな人が乗ってるなっていう車はベンツなん、ね。でもね、あのー。 そういういこと、ね、あの車好きな選手さんたちにみんなに聞くと、はい、一番最初に買う車って何がいいんですかっていうとみんな,なんか中古の系とかいろいろ言うのかなと思ったけどあの安全性とか性能とか考えてベンツっていう人<あ>めっちゃ多い安定なんだでもベンツも高いイメージありますけどそうまあねいろいろあるから、ね、安いやつありますもんね。うん、比較的安価なものものあだからまあ一概には言えないけどもなんかそういう話は容易にありますね。 じゃ松岡の話もしたからもうメール行こうかな。<laughs> <laughs> じゃあこちらトマトさん、はい。ありがとうございます。え先日島崎さんが出ていた <laughs> 金スマを見させていただきました。<laughs> まあ青二形青二勢がたくさん出て、<laughs> はい、青その時、えー、三上さんや宮田さんが。えー ちょっと知らないですね。を歌ってるのを聞いてこの曲を聴くと安本さんしか出てこないおかしいですね出てこないなと思ってましたちょっと知らないですね。そしたらその後島崎さんが Twitter で同じようなことをつぶやいていたので大恐慌の嵐でした。 あと誰と得って感じの話なのですが、はい、ええ私古谷徹さんが通っていた学校と同じ学校の。同行だと。わテレビもね、最近制裁いっぱい出るけど、この金子さんすごかったね。ね青にだけで行ったってすごいよね。<laughs> 青にプロダクションスペシャルですからね。そんなんあると思った。僕もびっくりしました。いや、こん、この、でも、ま、はあ、め、周りを見ると。 もう全部俺ずっと見てきた人たちだってなって納得しましたが。青鬼は本当すげえよ いやすごいっすよねよねず眞子さんはでもすごいボケまくってましためっちゃ<も>笑い取りまくってましたでも眞子さんはやっぱチャーミングだねチャーミングですね素敵だよもう、うん、あとやっぱすごいんですよ眞子さんはもう、ね、寝起きでカメハメを打てるのどなんです、うん、な,んなるほどオリハルコン系なんだねそうなんですないんですなんか気を使うとかなんか変な何かウォーミングアップとかいらないもう 私寝起きでカメハメは打てるわよっていうので、うん、お酒もお飲みになるとおっしゃったるんです、ね。いですですです、うん、面白かったなんで徹さんがまた素敵で今名前出ましたけど、うん、もう喉僕パッサパサで緊張してなんか、あのー、まあテレビっていうよりはそれもあるんですけどこのそうそうたる顔ぶれに。 むしろこの声優メンツの方にテンション上がるぐらい超若手側だもん,なんなだなそう目的にはもう「おーっ!」つって「こんな席に座らされてえ!」っつって「ふらっ!」つって口めっちゃ乾いててその乾いたってことをもう正直に言おうと思っても緊張で口パサパサなんですよって話をしたら後でトールさんが「さ」って言って雨をくれた なんかもうめちゃくちゃゃく出ましたももんその後 <laughs> もうねなんかかっこよすぎてスマートにさっていうあの傷感ああす素敵だよなあと楽しそうにしてらっしゃるよねいつもねそうですよあれの勝った現場やとちょっと嬉しくなるもんねえしい眞子さんもそうだよねやっぱベテランの方々って楽しそうにしてらっしゃるよね楽しそうでしたねあれは楽しああいう方がそばにいらっしゃると何だろう緊張もほぐれる、まあ、緊張感荒れてたのは当たり前なんだけどなんか、うん いたずらに「やばい大先輩がいるどうしよう」っていうのをなくしてくださるフランクさがすごいありがたいよね,なないね,ねえむしろ優しくしかも若手のように挑戦的な芝居もされたりしてんのがすごい素敵でこれマッコさんのエピソードでね別の場所でも、はい、話したことあったかな「ほおずきの冷徹に」にマ、はい、リンというマリンちゃんって可愛い <laughs> 可愛いというかまあちょっとトリッキーな魔法使い役でマッコさんがゲストで来てくださった時があって。はい まあ宝ずきのいれて』って、まあ、ギャグアニメなんですけどもで一生懸命みんなでやってで現場すっげえ仲いいな <laughs> でもあのゲストに来た方たちをあの松山さんもう松山さんまおにいっちゃった <laughs> とかあのー、もういつもウェルカムでございます <laughs> 当店はみんなでそれでバーって話してて、はい、やってたらッ子、ま、さんがで「あんたたちこんな楽しいこと毎週やってるの?」っておっしゃって <laughs> 超嬉しくて素敵 <laughs> 座長として最高に嬉しくないですか であの毎週僕ら飲みに行ってるんですけど「眞子さんもいらっしゃいますか?」さたら「もっと早く行って車で来ちゃった」ってお<ー>っちゃってて <laughs> でも本当に僕これそれこそ本当耳い痛にも分かんなくて安野さんにいろいろ教えてもらった頃からの積み重ねがあって自分が座長というか前より主役やってる現場でうん、うん、ゲストの先輩が楽しんでくれてるって本当に一番幸せなぐらい幸せじゃないですか嬉しいねでそれがでも今の話し,しかも眞子さんで <laughs> 僕ね物、ね、おじしないわけじゃなくて本当はビビってんだけど <laughs> ゲストで来た方とかあの初めて来た番組あのガヤの子とかを絶対話しかけようと思って、はい、いやそ本と大事だと思います素敵ですそれをしたら結構さ僕がいくら緊張していたところで実はゲストに来てるベテランの先輩方なんて、うん、いろんなところゲストでってるかぶっちゃけ緊張してないじゃん、うん、だ普通に話してくれるじゃん <laughs> はい、はい、それで俺の緊張がほぐれる瞬間があってあ,<ー>あれこれ俺のためにいいな<ー>と思って <laughs> 変な感じだっただ <laughs> でもあの多分話し伺えた先輩はありがたいなと思うし、あこのこの子分かってるなって先輩のこと考えたんだなってきっと思われるますよ。マコさんは素敵だよみんマコさん来てマコさんがお話してたけどみんなマコさん好きになるもんね。本当 <laughs> 素敵ですね。もう,うマコさん大好きエピソードいろいろありますよ。そう,、ね、そういつまでも元気で。 ちょっと、まあ、さらに話しちゃうと、うん、あのみんなで、なんかこう、ご飯をね、帰りにわって行った時に、うん、みんなで鍋物を食べていて、うん、で、あのー、結構しっかり食べた後に、お餅を食べたんですよ。お餅が出て、そしたみんなもうお腹いっぱいじゃないですか。そこ若手とかが行って、みんなお腹いっぱいの中で、お餅食べ終わった。まこさんが一言で締めはどうする？<laughs> <laughs> すごいね食べるんですすごく食べられるんですだからお元気なんだねだからずっとやっぱすごいんですよ餅は締まらんのか締まり締めじゃないです <laughs> 餅はもう全然20代のことかがもうみんな餅のお腹いっぱいなんですよ真子さんそっからさあおじや行くのか麺行くのか <laughs> <laughs> いやす敵すぎると思っていややっぱ大食事って大事だね,ね食べるんそうだよね食べ物からやっぱエネルギー得ねばならぬもんね,ね<え>いただくとはよく言ったもんだよだ、ね、本当。りました自分もなんかちゃんと食べようと思いました <laughs> で周りの先輩そんな先輩ばっかで僕銀河万丈さんとあの朝焼肉に行ったことあった <laughs> 二次会であの。 <laughs> まあもう現場行って馬キの現場だったんですけど島田瓜さんとあの銀河万丈さんと青いの3人でゴ、うん、ゴリゴリののの大ベベテテラランンデ2時間 <laughs> 行こうってなってもう朝の4時とか5時に焼肉行ったんですよ。<laughs> 若いね2人もで何頼むかなっつってまあタンとかまあせめてロースとかおしきり飲んだ後だよねいやもうがっつりやった後ですよ朝4時ですよだって4時5時ですよ銀河さんがあのお声で「ジョーカルビアや」<laughs> ビーナさん朝4時の二次会からカルビスかってそりゃ元気だわ <laughs> 反省しましたもんこのタンとか行こうと思ってたね赤身肉とか見てた俺俺,俺エリンギっていうもんだねでビンさんは寝てました <laughs> かわい,いチャーミング <laughs> いやビーンさんは俺はもしかしたら声優界一声がでかいんじゃないかと思うもすごいっすねご高齢っちゃご高齢だけどまあお元気だよねすごいっすもう番長さんもそうだけどですなんかあの方々もだから出力もあるし遊び心もあるし、うん、テクもあるしもう何なんだっていういやもうベテランですよほんと デーベータなんですよ。最高なんだよな。はい、いや、もう先輩投稿、止まんないです。すみませんも。なおには面白いところということでございまして。はい、皆さん、メールありがとうございました。 安本博樹の笑われるセレスマンカッコ仮エンディングの時間ですえこの番組では皆様からのお便りをお待ちしておりますおはがきの宛先は郵便番号1 0 5 8 0 0二2文句放送安本博樹の笑われるセレスマンカッコ仮までメールの場合は w s j o q r n e t w s j o q r n e t までお願いいたしますそして番組公式ツイッターも稼働中ですぜひフォローしてくださいツイッターで感想をつぶやくときは推奨ハッシュタグ笑わせる漢字の笑うにカタカナでセールをつけてくださいまた YouTube に実写チャンネルでのアーカイブ配信もあります。アーカイブ限定の意気込みアーバーも聞けますのでよろしくお願いいたします。殿間です崎さん本日ありがとうございました。いや本当前回に引き続きありがとうございました。こちらもですよ。仕方ない。ぜひですねその楽しい気持ちを。 あのほとばしらせる前に、はい、もう一回あれの告知しておきましょうはい一番大事なやつです <laughs> 絶対見てほしい、うん、劇場版「フェイトグランドオーダー新生円卓領域キャメロット後編パラディンアガートラムが公開中でございます、うん、ちょっと今ねどういう状況の公開の仕方になってるかはちょっとわからないんですけどはい、はい、ぜひ、えー、公式ツイッター公式ホームページなどチェックしてみてくださいそして前編「ワンダリングアガートラム」はブルーレイ d v d が発売しております、うん、はいもしかしたら期間限定で終わっちゃってるかわかんないんですけど配信もしてるかもしれませんのでよろしくお願いします ければぜひ合わせて見てくださいお願いします,しします私も出ておりますのでよろしくお願いしますいいです信長さんの情報は信長さんツイッーやってますはいていうかいいですあの僕が今言いたいのはこのキャメロット見て <laughs> キャメロット見てと青鬼の先輩方最高ですそれはそう、はい、いいよな神谷さんもそうだしてあと俺の大好きな数中井さんもいらっしゃるからな素敵なんですよ本当に皆中井さんはもうつけ入る隙がない れパーフェクト超人じゃねえかなと思うだもう,もうハイパーオールラウンダーですよね <laughs>、うん、人もいいしかっけえしかと思えばギャグもできるし<ー>ナレーションも絶対ミスんねえしあとね社会人としてもほんときで,、ね、でスタッフにもみんな好かれてるんですよ素晴らしい青鬼にすげえ青鬼にあに,にかな当店はいつでもおやるかあ でもまだね、はい、もうちょっと4月目で頑張りたいと思います <laughs> 失礼しました本当にね <laughs> あの島崎さんに仕事を纏まて、まありがとうございました, <laughs> ま,したまた気が向いたらひょっこへ遊びにてくださいこの番組の終わりとは安本裕樹と島崎信長でしたお疲れ様でした,でした安本裕樹の笑われるセールスマンかっこ,かりこの番組は虹スタ月経館の提供でお送りしました